猛虎はおらぬか。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで、飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ああ体が重い。大地に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。あと解いて。玉のを消えて遠ければ。露と消えぬる歌方のこと。Thank you.
神、手を貸さんか。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。いざ勝負。怪我はないか？島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ殿、はあ、しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ百合。良き心を失われますが。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。うん、湖の向こう岸、漁師の家のそばに足が生えているはずです。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心。夜に明かりがついておりました。誰かいるはずです。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ。
足を。かかってこい。カラスが群れをなして南へと向かうとき、それはそれとも災いの日差しか。吹きやすそうだ。ユリに届けよう。離れよユリ。
礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どうぞ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何？確か三つか四つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ご座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が摘もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。母さんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。そうかじよ。怪我はありませんか。案ずるな。始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし
素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。よし、ソラ。何だったかしら。赤くて落ち葉、いえ花びらがあったはず。あ、お花だ。ああ違う、思い出す。若様、何か召し上がります。飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ。私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか。彼岸花か。そうでした。十分な量があれば水に狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。はあ、若様がそれほどおっしゃるなら。どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に。母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて。お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上があの時ばかりは一人息子を案じて同うしない。よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら。お父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だった。殿は心が豊かでした。心が豊か。父上が。若様も同じでございます。待て、尋常に勝負。ここにいろ。
おい、武道局長、始まる。払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓どころでしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは。よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。はあ、岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。はあ、今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との。母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですが。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。その墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。なんということ。墓を壊した上、
先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいる叔母上も嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓にかような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方猛虎がおる。お待ちを。毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。ここだ。
賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。だけれど水の削りし岩をかな、聖あるものはすべて犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。
礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。いや、覚えがありますか。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに。あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼む、ユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。ユリが待っておるな。食わせてやろう。馬がおらぬ。いずこへ。
粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。恩に行きます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ？ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなった後でした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか？ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が
目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。何が見えますか。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。だが滅んだわけではない。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。そなたには何が見える。ユリ、休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。